皆さん、こんにちは。遠藤よしこです。えっ、ー、と、アイディアもくもく木曜日です。えっ、ー、と、今日はですね、ちょっと今、手元に、おっ、こんにちはとコメントいただきました。ありがとうございます。こんにちは。ニコニコマークもいただきました。こんにちは。えっ、ー、と、えー、私、今週末にちょっと合唱の演奏会があるので、なんとなくちょっと気持ちがそわそわしてますけれども、 まあその関係で今日はあのチケットホルダー、ブログではご紹介してるんですけど、もうちょっとね出してしまったので手元にはないんですけれども、チケットホルダーを今から作って、すごい簡単な作りでブログにもねささっと書いてあるんですけど、それの作り方を具体的にやっていきたいのと、あとあのリクエスト、それもリクエストだったんですけど、さらにそのチケットホルダーをきれいに入れるための定型のサイズのえ封筒を 作りたいと思います。で、えっ、ー、とまずチケットホルダーなんですけれども、こんにちは。コメントいただきました。こんにちは。えっ、ー、とチケットホルダー。えっ、ー、とですね、チケットホルダー何から説明しようかと思ったかというと、えっ、ー、とまあ私はこのこのチラシちょっと今もう何枚も余っているチラシなんですけれども、チラシこれ A4 のえー、チラシなんですけれどもこれを まあ、なんか四つ折りなり三つ折りにしてでえっ、ー、とチラシと一緒にチケットを送れるようなサイズ感であの送りたいなと思ってあちょっとなんか変な風に折っちゃったけどちょっと本当はこの題名がねこう見えるような感じで折るといいかなみたいな感じでこれは4等分に折っちゃいましたけど3等分でもこれは入るようなサイズになりますがあのこういう風な感じで。 えとこれ A4 の紙なんですけれども A4 をこう縦にこのような感じでこういう風な感じで使ってでここの余った部分がポケットになるという仕組みです。で、えー、と寸法として覚え,覚えやすいというかあの考え方としては、えー、これが入ってかつちょっと余裕がある長さということで、えー、A4 のこの横の長さっていうのは 21cm なので。 2 3 5ンチが定型の最大の長さなのでそれよりもちょっと余裕を持たせて23.5じゃなくて2 3ンチの封筒を作りたいと思うのでこのチケットホルダー自体はさらに余裕を持って1ンチ少ない2 2ンチの長さで作ったというのが あのちょっと逆算的な感じの寸法の考え方ですねそれとえっ、ー、とこのチラシ自体が21センチなので21センチよりも長いサイズということでこのチケットホルダー自体は22センチの幅で作りますなのでまず22センチ22センチでスコアラインを入れますはいで えっと、これは縦にこういうふうに使うので単純にこれ真ん中で折り目をつけます。えー、これ 21cm の幅なので、えー、10.5cm ですね。10.5cm でスコアラインを入れます。まあこんな感じ。これがねうーんとまあ最初に折っちゃっても折らなくてもいいんですけどあのどういうふうな形になるかというとこんな感じで、えー こういうふうになるわけですがこのままこういうふうに折ってしまうとまあ紙の厚みでもってここがよれてしまうのでここに V 字型の切り目を入れます。なのでまあこれはねすごい適当です。うんと均等に V 字がこういうふうになってほしいなと思うので私はあらかじめこんな感じでちょっとまあ目分量で均等な感じにちょっと切り目というかあの なんか印をつけといて、まあ、均等に V 字型になるような感じであのあのカッターを入れます。でこうだねうだえっ、ー、とそのカッター定規とカッターでこう切るのがね結構意外と難しかったりするんですけれどもあの何度かその この角度こう切る角度でこの刃をこう始めと終わりに当てて、えー、切るとあのの思思いい通りりラインで切れるかかかなとまますす意味わかりますかねこれあのちっちゃい頃にお父さんがこういうふうにやりなさいって教えてくれたのでなんとなくそういうふうにしてるんですけどあの切る時とかもそうだし線を引く時とかもそうなんですけどあの。 こう自分の思い通りのところに刃がいかなかったりとかすることがあるんですけどねあの最初と最後のポイントをこう何度かこうあの実際にこう切る角度で当ててみてで最終的に切るとあのそうするとまあうまくいくかなと思ってますほ,いほんでこんな感じで今 ここなんかこの辺でピロンとくっついてたんですけどあの、まあ、最後ぐっとこうあのとどめを刺せばこんな風にきれいに取れます。はい、でこんな感じでねまあなんか均等にとか言ってたあんまり均等じゃなかったけどえっ、ー、とでもまああんまり <laughs> 気にしません。もらった方がねそんなには気にしてないと思うんですよねとか。 で、あの、スタンプとか、なんか紙とか貼っちゃえば、あの、そんなに目立たないと思うので、これですっきり、こう、折ることができます。まあ、このままでもね、まあ、こういうペラペラしたような状態でも悪くはないと思うんですよね。で、前に、あの、なんかちっちゃいミニファイルみたいなのを作った時っていうのは、あの、ここに、まあ、紙を、なんか、外からこう、ペトンと貼ると。 こ,こんな感じにすればあの、ここギリギリまで紙が入るのであの、そういうふうな止め方でもいいかと思います。が、えー、っと今回はそこまで、えー、端っこまで紙を入れる必要がなかったので、まあ、テープのりとかでもいいと思うんですけど、最近これを全然使ってなかったから、この人を使ってあげようと思って、えー、この人を出現させることに出動させることにしました。えー、っとなんか あの両面テープですねスタンピングアップから出てる両面テープなんですけどこんな感じで、まあ、ギリギリのところに一応強力だっていう話なんですけどねまあ,あのテープのりかはテープのりよりかは強力かもしれないけどみたいな感覚ですかね私としてはえー、っとなんか一番 私の中では強力なのはペーパー綺麗かなっていう感じがしてるんですけどあの長持ちする感じで。で、えー、とよこれをペロンペロンと剥がしてでペトッとくっつけると。 あでもこういうふうにペトってくっつける前にいろいろスタンプとか本当はした方がいいのですね。えー、とスタンプとかしたい場合は例えばこのポケットからなんか出てきてる感じとかいうような演出をねスタンプでやってみたりとかしてもいいと思うので、えー、とあらかじめどんな風なデザインにするのかっていうのをイメージした上で、えー、とやるといいと思います。ほんで、えー、と私はそんなに支障がなか,支障がなかったので、えー、とこれで。 このままこの折った状態でペタペタ貼っていきますがえっ、ー、とここにスタンプをこうガンガンしたい場合はまあこれを貼り付ける前にやるか、えー、他のもの他の紙にスタンプをしてそれをこっちに貼っつけるという感じがあの綺麗にできるかなと思いますえっ、ー、とちょっと歯切れがいくつかあるのでちょっと歯切れをあの使おうかなと思ってるんですけどえっ、ー、と 実際に私がこの間使ったやつは3インチ ×3 インチのペーパーを、えー、とここにペタペタっとくっつけたんですがこれは厳密に言うと3インチ ×3 インチじゃないんですねあ3インチ ×3 インチのやつを見つけたのでついでにこれ持ってきました3インチそうですね3インチやっぱりこっちを使いましょうこっちも一応はぎれははぎれなので、えー、この間ねちょっと、あのー、シマーペイントを いいいろろ試行錯誤している時にあのちょっとアルコールの中にシマーペイントを入れてこうスプレーしてみたりとかしたのでこれねちょっとふよふよってなってるのはそのせいなんですけれどもなのであのこれを使いたいと思います結論から言うとシマーペイントをスプレーで私やるのはあんまり好きじゃないというかなんかあんまりシマーペイントの効果が得られない感じが私,の私はうまくできなくって、えー、と後ほどご紹介するこのちょっと シュマーペイントをこのスポンジドーバーでステンシルをするのが一番私としてはしっかかりきてるかなと思ってますあそんで、えー、とこれあのペーパー自体が6インチだったりとかすると、ね、ここに貼り付けたいけれども足りないとかいうふうになったりとかすると思うんですがあの6インチでも、まあ、今回は3インチかける ×6 インチにこういうふうに切っていて、えーとまあ、半分に切ってもいいし。 あのバランス的に2インチ4インチとかでも2.5インチとかでもいいかな2.5インチこのぐらいのバランスでこれ今2.5インチと4.5インチであの分けてますけれどもまあなんとなくこういうふうな感じで貼ってもいいかと思いますねで、えっと、ここの間に何か入れればあのいかにもつながってるかのように見えるということで えー、この間に入れるものはまた歯切れを登場させますがえっ、ー、とこれ3インチの幅だったので3インチまあこれ多分ねこれでいいかなとこの間良かったのでこれでいこうと思いますがえっ、ー、と3インチで幅を切ってでここでまあ合体させていくわけですねこんな感じでこんな感じで。 で、そこそこ、たまたまなんだけど、そこそこいい感じの枠になるということで、えっ、ー、と、こんな感じでやればいいんではないかと思います。はい。で、えっ、ー、と、貼り付けるところまでやっちゃっておきましょうかね、一応ね。う、え、ん、ー、と、なので、お、なんか続々と、今日はいろいろと入ってきてくださってありがとうございます。えっ、ー、と、私はですね、 一枚一枚貼り付けると、ちょっと、こう、もともとバラバラの、あれどうなってたんだっけこれ。こうか。え、もともとバラバラのものだったので、ちょっとずれると嫌なので、こんな感じで、ちょっと合わせた状態で、まあセロハンテープなり、またまた手元にこの両面テープがあったので、この両面テープでペタッとこう、 合体させちゃった上で、まあ、貼ろうかなと思います。そうすると、あのここに貼り付けるときに、まあ、均等にこうあのマージンを取れるかなと思うので、そういう風にやろうと思います。こんな。ちょっとこれ前にあのアルコールをつけてフニョフニョってさせてしまったので、ちょっとそこのところを。 ちょっと何て言うの貼り付けて押さえ、押さえ込むために、ちょっとなんとなく念入りに、今、まあ、あの,の、糊をつけてますが、普段はこんなにつけなくていいと思います。はい。これで、まあ、テープ糊なので、一旦ふわっとちょっと乗っけたりとかして、均等感、均等かどうかみたいなのをちょっとチェックしながら貼り付けたりとかして まあそれでもうまくいかないときはうまくいかないんですけど本当はね上から真上から見るといいんですがちょっと真,ら真上から見ると私の頭頂がしっかり見えてしまうので、はい、ちょっと若干曲がってますけれどもあまり気にしませんほんで、まあ、この辺にセンチメントとかリボンとか あとは、あ、そうそうそう、あの、この間ね、残り物、どこでしょうえっ、ー、と、この、あ、そうそう、この辺の残り物とかをつけたりとかしたわけですね。こんな、こ,こんなかな。ちょっと届かないわね。まあ、ああの、この辺の、何を付けようかしら。えっ、ー、と。 この辺あのー、エブリシング・イズ・ローズィの中に入っているキラキラ、キラキラものですが、まあ、こういうのにスタンプをして、まあ、貼ればいいということですね。はい。まあ、そんな感じで、一応チケットホルダーは <laughs>、まあ、それだけのことということですね。なので、まあ、これで、まあ、なんとなく完成っていうことにしちゃいましょうか。 文字がきれいに入るものがありません。あ、これ、これを <laughs> 貼りましょうかね。はい。こんな感じで。うんと、ディメンショナル。あったあった,あった。ちょっともう、あの、終わりかけのディメンショナルですね。よ。こんな感じで、端っこも、えー、使いますが、よ。こんな感じね はい、でもちろんリボンをつけたりとかいろいろやってもいいと思います。なんかちょっと結構雑につけちゃってますけどなんか隙間とかね実は空いてるんですけどね。はい、ちなみにこれここのところにステンシルをしてあるんですね。これシマーペイントのローズゴールドで、えー、ステンシルをしていて、えー、っと個人的にはあのー。 こういうふうにステンシルをするとローズゴールドの色も綺麗に出てかつこのシマーっていうかあのキラキラ感もあの出ていいんじゃないかなと思いますちょっと見えるかなシマー感はちょっとなかなか見えないですねえっと封筒を作ります今度はえっと 23×11.5 の封筒を作ろうと思っていますでえっとまた えー、計算フォームを使っているのですごい中途半端な数字なんですけれどもえっ、ー、とこの紙はですね12インチの紙なんですけどあの昔の23年前のスタンピングアップの紙で結構ペラペラあの薄めの 紙なんですよね。最近そういう薄い感じの紙がないのであれなんですけどあの封筒がね重くなりすぎないようにしたいなと思ってこれを使いました。でえっとエンベロープパンチボードでこういうちょっと薄めの紙を使って封筒を作る場合はちょっとコツが必要なんですよね。あのー 薄い紙を使う時のコツということでえ今日はこの封筒を作りたいと思います。パパンンンチチチはセ、えー、のところでパンチをします、はい、なんかちょっと今日、えー、まあいつもねしどろもどろで喋ってるのであれなんですけどよいしょ。であのちょっと縦長になるので、えー、最後の方まで、えー、スコアラインを。 つけることができません。えっ、ー、とっていうのが見えませんね。はい、こんな感じでここまで、えー、つけてます。ここまでここでパンチボードが終わっちゃってるんですけどね。あでえっ、ー、と、よいしょ。こんな感じでパンチをします。よ。で、そんでちょっと待って。なんか画面上どういう風に見せればいいのかな。こうしてそんで。 90度、180度回転させて、これと平行になるようにまた9.1センチのところに合わせてパンチをします。ポイントは9.1センチですね。でパンチをします。でここ線が届いていないので、これはひっくり返して線を線の続きをかけるようにします。 えっとまた 9.1cm に合わせてでここにうん続くなっていう感じのなんとなく確認してこんな感じでパンチをします。ここのところも、えー、線をつなげないといけないのでこんな感じに回してここまた 9.1cm のところに合わせて。 やってパンチをします要するに、えー、とここからの距離がそれぞれ 9.1cm になるような感じで、えー、パンチをしているということなんですね。そんで、えー、とここをつなげたいのでつなげたいというかあの折り線をつけたいのでこれはここのスコアガイドにこの線をこうやって当ててで折り目をつけるだけこんな感じね。 はい、でこの寸法自体は、えー、計算フォームでやっているので、えー、なんかそうねメモっといてこう定形はこれでやるみたいなものメモっとくといいと思うんですけどでコーナーをパンチします。ちょいちょいちょい。 ちょっとパンチが噛んんじゃうんですよねでパンチがこういうふうに噛んじゃってうまくあのパンチできない場合は、えー、2枚とか重ねてやったりとかあとちょっと硬い紙を挟んでやると多分うまくいくと思います。こんな感じここもねちょっとうまくできなかったので。えー ちょっと薄すぎると折り紙とかでやったりとかするとこんな感じであの、うまくパンチができなく、できない時があるんですが、そういう時は2、3枚重ねたりとか、硬い紙と一緒にやると良いでしょう。はい。で、えー、っと、薄い紙を折る時のあのポイントがここでもう一つあるんですが、それをするために、えー、っと、長い、 定規などがあると多分いいと思うんですね。えっ、ー、と、ない場合は下敷きとか、なんか、あの、クリアファイルとか、そういうのでもいいと思うんですけど、というのは、えっ、ー、と、薄い紙の場合、こうやって折ってるうちに折り目がね、どこにあるのかわかんなくなっちゃうんですよね。なので、折り目があるうちに、ちゃんとわかるうちに、えっ、ー、と、定規で、あの、位置を確認して、そこに、線のところに、えっ、ー、と、 定規を当てて私はねこんな感じで折り目をこうしっかりつけちゃいます。でそうするとまあその折り目がどこに行っちゃうんかどっか行っちゃわなくて済むというか多分やってるうちに何かこうそういうふうな悩みを持ってる方いるんじゃないかなと思うんですけど。 まあこんな感じでやるといいかなと思います。お,お、感じ。あのー、こういうこういうのでこんな感じにやってもいいかな。ちょっとガスってやっちゃった。はい。よ。で細長い。えー 封筒の場合はこんな感じでちょっとここがね余っちゃったりするんですよねあのそういうのが気にならない人はそのまま折っちゃったりとかあのしてもいいと思うんですけどあのちゃんとした封筒みたいに見せたいとかと思う場合はちょっとあの再考した方再考した方がいいというかした方がいいのでえー、っと私はですね最近はあの 例え,ばうんと例えばこういう長細い感じのこういう感じでここから入れるっていう風な場合はここでで切らなななくくちちゃゃいけなくなっちゃうんですね。そうすると、あのー、なんかそれ分の紙がもったいないなと思ってゴミが出,る出てちょっと面倒なので最近はね私はこっちをこういうふうに折ってで あの、こっちから出し入れするようにしてます。そんで、えっ、ー、と、ここは普通になんか、ここの程よいところで、程よいところで折って、こうかな。こうかな。なんかこれもうちょっと美しいやり方があるかもしれないんですけど、こんな感じで折って、今、 ここ,のここの角に合わせてるんですけどねここで折って中に折り込んで隠してしまうとこんな感じ、ね、そしたらゴミが出なくてでいいかなと思ってここに関してはねでもここがちょっとピロンってなっちゃうのでここはちょっと何かしないといけないんですよねそんで私はちょっとあのー、微妙なダイカットの仕方をしてここをダイカットしたりとかしてるんですけど うんとなんかもしかしたらもうちょっとスマートな方法があるかもしれないです。まあとにかくちょっとここまでやってみますね。で、えっ、ー、とこれはこのここにつけちゃってもいいと思うのでちょいってこれは貼り付けちゃってで、ここのところはあの全然飛び出ないのでここからここまでしっかりえー テープのりをつけることができますこんな感じね。で、こうやって、あちょっとすぐついちゃった。よいしょ、よいしょ。こんな感じね。はい。それで、一応、あの、先ほどのこのチケットホルダー、これもこんな感じで、 いい感じの余裕を持ってあの入れることができます、はい、で肝心のここですけどまああのー、めんどくさいっていう人はまあこことかこんな感じでこう折っちゃったりとかなんかしてもいいと思うし折ってなんか台カットかなんかピトって止めるんでも全然いいかなと思うんですよね。えっ、ー、と私がやったのはちょっとそこまでしようと思ってなかったから全然用意してなかったんですけど。 えっと、あ、そうそう、これ。じゃん。うーんと、この人ね。この人を使って、これは、これをこういうふうな感じで、で、こう、ビッグショットに、ここま、この辺まで通して、で、カットしたという。全部通せないので、これ、あの、 ビッグショットに通るのっていうのはあのこ,のこのぐらいまでの幅しか通らないので、えー、ギリギリまでこ,うこの辺まで通してまた戻すみたいな感じでカットしたんですよね。でも今ちょっとねこれ見てたらもうちょっと素敵なのがあるじゃないのよっていうこれなんかいけるんじゃないかなってちょっと思うんですけどねこれはちなみに新しいカタログに載っているあの箱が作れるやつ。 あのすごい試行錯誤してあのあ、どっか行ってしまったけど、あのそうちょっと変わった箱が作れる台,台なんですけど、その中に入っているこの、その他の台が結構使える子たちなんですよね。でえー、とちなみに、これと、これと、これはあの、なんだっけ、デリケート、デリケートレースとか、なんかそういう感じの名前の,あの台が、えーと 今のカタログに、次のカタログにも継続であの入ってるんですけど、今のカタログにも載ってるやつで、それを一緒にちょっと入れちゃってるだけなので、これが全部入ってるわけじゃないんです。この箱のやつにはね。別々の製品です。なので、えっ、ー、と、ちょっとこれを今見つけて、これがいいんじゃないかと思ったので、やってみようと思います。えっ、ー、と、私も今までこれを試したことがないので、うまくできるかどうかわからないんですけど、えっ、ー、と、ビッグショットへ、ゴー はい、こんな感じでよいしょこれマグネティックプラットフォームを使ってますえっ、ー、とよんでこれをこんな感じであ違うちょっと待ってプレートを置かないといけないですね <laughs> えっとプレートを置いてこれをこう入れてでこの人はねこ,うこ,れをこの人長いからこれ全部入っていかないんですねなので えー、髪が傷まないようにちょっと気をつけながらやらないといけないんですけどこんな感じかな左右対称にちょっと置いてみたりなんかしてえー、っとで多分これ自体こ,ここのところにしか刃が入っていないのでここのサイドには入っていないのでまあ穴は開くけどまあいい感じにいくんじゃないかしらっていうこのぐらいかな こんな感じですかね。よいしょ。いや、どうしよう、うまくできるかな。で、これを置き。で、入れます。よいしょ、よいしょ。で、ここね、ガスっと、ガコンとならないように、ちょっと気をつけないといけないんですけど。 今ので多分いってると思いますね。こんな感じで2回ぐらいゴキゴキってやりました。あ、あこんな感じで <laughs> はーい。よいしょ。ま、えっ、ー、とはい、<laughs> こんな感じになりました。はい。どうでしょう？なんか使えるんじゃないですか？なんかその他のことにもね。えっとちょっと実験的な割にはあの結構うまくいったと思います。 そんなわけで、えー、と何かそういう,うんと全部切れてしまわない台とかがあったらそういうのを使って、えー、とここのここのところね 飛び出ちゃう部分をちょっと可愛くあのカットするっていうのがあのいいんじゃないかなと思ってます。はい。なので、これは新しくあの4月4日から出てくるやつです。可愛いやつなのでね、ぜひぜひあのおすすめな感じの台ですね。はい。そんな感じで、これ、封筒はこんな感じで作ります。はい。で、次に、えっ、ー、と、ついでに、次にというか、ついでに、えっ、ー、と、もう一つね、私、封筒を 最近ちょっと作っていてそれがこういう封筒なんですよねでちょっとあのこんな感じで、えー、ステンシルを施していますこれはインカラーでもうなくなっちゃうインカラーのペーパーなんですけど12インチからこれをすごい簡単に、えー、もう寸法とかあの覚えておかなくてもいいような簡単な、えー、封筒で、えー、これ A4 を A4 の紙を これ A4 のチラシですよね A4 の紙がね半分にしてこんな感じでいい感じに入るんですよね。なのでなんかちょっと郵送をしたいんだけど四つ折りとか三つ折りにするにはちょっとモコモコなっちゃうなとかあのそういう場合。 あのこういういこ,このサイズ感この2つ折りで入るっていうサイズ感がとってもいいんじゃないかなと思っていてしかも12インチのこのカードストックでこの封筒を作ることでしっかり感っていうかあ,のあえて厚紙とかを入れなくても済むっていうかあのしっかりした感じの郵送ができると思うのでこれの作り方を作り方っていうか全然大したことないんですけどあのサクッと。 ご紹介したいと思います。サクッとというのは、もう、あの、もうできちゃっているもので紹介するだけなんですけど、これ12インチのペーパーです。はい。で、もう、前にね、ブログでも実は紹介したことあるんですけど、13センチのところ、一番ギリギリの目盛りですね、センチの方に、これを、あ、じゃない、これ、こうね、こう、当てて、で、パンチしてスコアします。で、こっちも同じように、 えと180度回転させて1 3センチでスコアしてで先ほどの封筒みたいな感じでつな、えー、げるところはつなげて、えー、作ったらこの寸法になるんですねたまたまなったっていうだけなんですけど <laughs> なので是非、えー、これ、あのー、12インチのペーパー持って,持ってるんだけど、あのー、なかなか消費できないのよねとか DSP とか。 あの消費できないのよねっていう場合は、あのこのエンベロープパンチボードで、もうまるまる十二インチを使って、この a 四。二つ折りをきれいに入れられるようなサイズ感のものを、あの作れるということを、ちょっと覚えておくと、あのいいんじゃないかなと思います。はい。を、なんかいっぱい入ってきてくださってますね。ありがとうございます。そんで、えー、最後に、えー、っと、あ、もう四十分経っちゃったね。えー、っと、最後に、えー、っと。 シマーペイントシマーペイントをちょっとやろうと思います。えっと、よ私はシマーペイントをもともとこのシャンパンシャンパンパミストっていうのを持っていてで、えっと、今回のおミニコレクションでこのローズゴールドをゲットしました。まあ、そこまでねすごい欲しいって思ってたわけじゃないんですけど、まあ、たまたま入ってたからじゃあ使ってあげようかみたいな感じでなんか上から目線なんですけどね。でえっと えー、このシマーペイントまあいろんな方がいろんな使い方をされていてで、あのー、私もそれを片っ端からちょっと参考にさせていただいたりとかしてやってみたんですけどあのスタンプとフォト特にフォトポリマーとの相性があんまり良くないらしくてあんまりほっとくともうベタッとくっついちゃったりとかするのであのー。 まあこまめに、えー、洗わなくちゃいけなかったりとかする必要がある水でしっかり洗わなくちゃいけないっていうのがあってそのなんだクリーナーとかだとちょっと足りないみたいな状態なわけですよ。んで、えー、となんとかそれをそのちょっとめんどくさいくなくて、えー、サクサクとなんか作れないかと思っていろいろやってみた結果、えーまあ、ステンシルが結構あの綺麗にできるんじゃないかっていうのと あとは、まあえー、とあちょっとなんかちょうどいいのがなかったけどダイカット例えばこういうダイカットとかがあったらこれをもう直接ポン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 ってやってあのキラキラさせる、えー、とグリマーペーパーとかいちいち買うのが面倒だなとかでもシマーペイントはあるんだよねっていう場合に、えー、こういうのをペタペタあのちょっと、まあ、染色じゃないけど。 あのやってキラキラさせるっていうのとあとこのステンシルでキラキラさせるというのがあるんじゃないかなと思ってますそんで、えー、とこのミニコレクションの中に入ってたこの素敵な葉っぱの台これ私すごいあの愛用してましてでこういう風にステンシルでやるとふんわりちょっとキランとなってすっごく上品な感じになりますでえっ、ー、と 今こっち先ほどお見せしたこれもあの同じローズゴールデンでやってますけれどもあのちょっと添えるのにいい感じの,あのキラッと感しつこくないあの品のある感じのキラッと感になるかなと思います。えー、とで白いペーパーにやっても綺麗だし、えー、こういう濃いめのペーパーにやってもちょっと引き立つので、えー、今回は、まあ、インカラーをちょっとあの消費したかったっていうのもあって。 あのこのなんだいちじく色なんだっけまた忘れてしまいましたなんちゃらフィグを使って、えー、やります。で、えっと、この大カットっていうか大カットはねここの中間のここの人この人がねちょっと厄介なんですけど、えっと、これを少し気をつけながらステンシルをするといいかと思います。 で、私これ何度も何度も使ってるんですが、まあ何とか持っているので、で、スポンジドーバーを使って、あの、このキャップのところにちょいちょいと、あの、まあインクをつけて、そんなに大量に必要ないので、つけた状態でやります。で、えっ、ー、と、あの、 バンバンやらなくてもいいかなとなんかポポポポポポポンってすごいやるやりたくなるんですけど私自身もでもあんまりポポポポポパンってバンバンやるとこの大カットがね結構すぐに傷んでしまったりとかするのでちょっとこう丁寧な感じで押し付けるような感じ特に葉っぱの先の部分をちょっと丁寧に ちょっとむむむむむっとむむむむむっとこう押すような感じでやるといいかなとこういうで完全にあのついてなくてもよくってちょっと不安と残ってたりとかしても全然さまになるので,であの端っこにこうインクがねついてたりとかするのでそういうのをこう,あのこう脇から <laughs> 集めてまた乗せてあげたりとかすると。 あの薄めの色でついたりするかなと思います。こんなちょっとあんまついてなかったね。よ,よあんまついてなかったね。まあついてないときはインクをつけ足して、えー、つけてください。はい、こんななんかなでここのさっきペロペロしててや介かいですよって言ったところだけちょっと気をつけながら。 やるといいんじゃなだかなと思います、はい、あらこれ全部あの葉っぱをやってしまわなくても端っこだけとかあの真ん中だけとかそういうのでも全然よくってふわっとなってるだけでも全然いいかなと思うのであのそう失敗も少なくていいんじゃないかなと思いますね。あのもろにその大カットで葉っぱとかお花の 形が出ているもの、そういうのを使うといいんじゃないかなと思います。で、乾きにくいので、あのちょっとあの耐えてしっかり待って。あの乾かしてあげてください。な感じでちょっとこれ。封筒でこんな感じのが届いたらなんか和風にもなって。 綺麗かかなとと思うので、あのヒートエンボスとかするのね結構めんどくさかったりとかするけどまあこれはこれで,でもめんどくさいといえばめんどくさいのかもしれないんだけどあのヒートエンボスだとこう髪がおニョにょってなっちゃったりとかするけどあのこれだとそこまでそういうわけでもないしこのはぎれっていうかなんか大カットした残りを使ってあの遊ぶことができるのであのこのシマーペイントちょっと私も活用できそうかなっていう気がしてます。はい、あ、 そんでこれ最後にとか言ったけどもう一つ最後にっていうのをちょっと出してもいいかしらえっ、ー、とオンステージでいただいたカードを、まあ、ケースしてたんですけれどもあの途中でそのいろいろあのなんだいいろろなキャンペーンとかそういうのが入ってきちゃったりとかして中断しております現在。はいででもあの この間、まあ、うん、今までまだ動画では紹介してなかったものを、この2つをちょっと最後にご紹介して、今日は終わりたいと思います。はい。えっ、ー、と、こちらはあ今日見てくださってるかなあ、違った。あ、山、ま、あ、そうだよね。あうんと、見てくださってるかなまあいいか。み、あの、見てくださってる時もある方です。はい。で、えっ、ー、と、チョビさん。チョビさんね。 ちょびさんって方なんですけどその方からいただきましたこのカードでえー、っと私はこのワンコのやつを持っていないので、えー、私が持っているワンコのやつを使ってこんな感じで、えー、作ってみましたで最初はね私えー、っとこのお家から真似をし始めたんですよでお家はちょっと黄色でやってでお家ちょっとこの ツリーハウスアドベンチャーのお家と似てるからこれで使えるなと思ってやり始めたらあツリーとこのスカロップの,あの台この丸い台が結構使えるんじゃないかなと思ってであのスカロップの台っていうのをこっちに持ってきてで木のスタンプもしてみたんですよね。 えとツリーハウスアドベンチャーには木の葉っぱのスタンプもいっぱい入ってるんですけどあのその葉っぱのスタンプを使わなくてもこういう黙々大カットとかをこう何個かあのくっつけたりとかしても木のような感じになると思うのであのこれはちょっと頂だきだなと思いました。で、えー、とこれこの鍵の、えー、ペーパーなんですけどもこれは新しいカタログの中に入っているうーバードバラードを のあのあ DSP ですねであのなんとなくお家と鍵みたいな感じでちょっとなんかマッチしてるなっていうのもあってあのちょうどよかったなと思ってます。でえっ、ー、とそうそんでフレンド系のスタンプをちょっと探してみたら「JAHOBLOVE」えー、ジャオブラブの中に「フレンドっていうスタンプがあって私このジャ「j a オ o ラ l o v e のこの「フレンドっていうのは滅多に使う機会がなかったんですけど。 なんか、あのー、こういうふうに使ってみたら、なんとなくね、ちょっとこう、木とマッチする感じで、悪くないなと思って、あのー、また、この可能性みたいなのが見えてきたなっていうふうに思いましたえ。その他にね、この、この方は、このエンボス、このドットのエンボスをしてるんですけど、そこにね、一つ一つこの足跡をしてるんですよね。あの、すっごく丁寧ですね。それで、さらに、この、えっ、ー、と、 ここの紙、えっ、ー、と、コリュゲーテッド的な感じの、えっ、ー、と、コリュゲーテッドじゃないね。コリュゲーテッドじゃないね。これは、ストライプ系のやつだね。ストライプ系の、あ、ここに書いてあるのかな。あ、シンプルストライプってやつですね。シンプルストライプっていう、えー、エンボスフォルダーを使われていて、で、エッジをね、ちょっとこう、ガサガサガサっと、あのー、ハサミかなんかで、 ガサガサっとやってあって、で、さらにちょっとね、縁をな,なんだろう、えー、とソフトスウェードかな、ソフトスウェード的な感じの,あの色で、ちょっと、うん、色付けをしていて、なんとなくレトロな感じあの,の、えー、風合いを出されてます。さらにね、ここ,このここの点々、ここの点々の部分が、 えっとアメイジングライフっていうスタンプセットがあってそこの中にね点々1本だけのスタンプがあるんですけどそれをこう1個1個押してるっぽいんですよねなのですごく丁寧ですねこ,のこれ自体はあのー、パンチなんですけどでさらにここに切り目を入れてでこの、あのー、カリプソコーラルのペーパーを挿入している感じリボン風な感じに。 してあるというあのすごくあのいろいろ丁寧に作られています。この首輪のところとかもこれ台とかないんですけどこの首輪とあの何鈴の部分ここもあの細かく切ってあるんですよね。なのでもうすごくあのこれは丁寧に細かくいろいろ考えて作られてるなというふうな感じがしました。ありがとうごございいいますすつも、ねすごいあの インスタとかででも素敵な作作品を作られている方です。あともう一方は、えー、と MO さん。特に、えー、多分ブログとかインスタはやってないと思うんですけど、えー、私の,あのアップラインがチロさんって方なんですけどねチロさんのダウンラインの方のダウンラインのダウンラインみたいな感じの,あのすごい遠い親戚みたいな感じですね。 あの遠い親戚みたいな感じの方なんですけどもこの間オンステージで初め,初めて、うん、初めて実物とお会いしてそれまではスカイプとかでお話ししたことがあったんですけどででこのカードをいたただきましたそれで、えっと、ここのゴールドの、あのー、なんか紐をこをつけてあるところをちょっと真似してみたりとかあとここ中っ側の白い ペーパーパがサササルのエンボスででちょっっっとガサガてサてなってるんですよねそれがあの面白い効果だなと思って普通だったらなんとなく外側をこうエンボスしちゃうんだけれども中側がガサガサしてるのであのちょっと面白い質感でそれも真似てみています。これはクラシックガレージを使ってあの同じようなこうイメージで作ってみたんですけれどもえクラシックガレージあの車のセットなんですけどね あれはなんとなくこう男男した感じのセットなんですがそれをちょっと女の子っぽい感じの女の子ドライバーような感じで作ってみました。はい、で、えー、と実際この歯車のところこれあのちょっと間違えてこうなっちゃったんですけどあのこんな風なこともできます。はい、あのちょっと詳しくそのちどう間違えたのかっていうのを言い始めると。 あのまたいろいろ出さなくてはいけないので言いませんがこれはね間違えたらこうなっちゃったんですよねでもあのいい感じにあのできたので、はい、こういう使い方もありますよということでクラシックガレージまあ父の日とかに使われている方も多いかと思うんですけどあのこんな感じのちょっと ガーリーリな感じもいかかがでしょうかそんなわけで、えー、とまたこのケース引き続きやっていきたいと思っていますけれども今日のアイディアもくもく木曜日はこの辺で終わりにしたいと思いますそれではまた